アレッサンドラ・パナーロはイタリアの映画女優。ルキノ・ビス・コンティによる若者のすべてなどに出演し、1950年代後半から1960年代前半にかけて活躍した。パナーロは1939年12月14日にローマの裕福な家庭に生まれた。テレーザ・フランキーニの下で演技を学び、16歳となる1954年に女優デビュー。 1956年に制作された D のリージ監督作品、貧しいが美しい男たちにて一躍有名となり、以降はロマンティックコメディ作品を中心に活躍した。翌年から2年ほど、貧しいが美しい男たちで共演したロレッダ・デ・ルーカと共に、イタリア放送協会制作のテレビ番組、イル・ムジキエーレに出演し、司会のマリオ・リーバを支え続けた。 パナーロは、イタリア系エジプト人の銀行家である、ジーン・ピエーレ・サベットと結婚したが、彼とは1983年に死別している。1992年には、俳優のジャンカルロス・ブラジアと再婚したが、彼とも1994年に死別した。2019年5月1日に、スイス・ジュネーブにある自宅で死去。ありがとうございます。